原子力発電そのものにつきましては、今篠塚委員からお話がありましたように、私自身もこの原子力発電というものが潜在的に持っているリスク危険性というものは象徴しながらも、それを上回る経済性や低炭素性、地球環境に対して非常に優しいという存在である、まあ、こうしたことから私もその必要性と推進をしてまいったところでございます。ところが今回3月11日のこの発生、事故の発生以来、原子力発電所が持っていたその潜在的なリスクというものが表面化して今なお収束を見ていないということについては、私も大変重大かつ深刻に受け止めをしているところでございます。もともと持っているリスクをしっかりと安全対策で封じ込めをしなければならないところ、それが十分に取られていなかったということであると認識をしております。この原子力発電所の安全性は、今直ちに全ての原子炉を止めるということがことでない以上、今あるものをより安全にしていくことが求められていると考えているところでございます。そしてそれにあたっては、何より国がこれまで以上にしっかりとした責任を持って安全性を確認することが大原則であり、それがより強く求められていると考えているところでございます。